全部ですね。全部です。全部です。全部グリップ。ベルベットコード、バックラインなし、裏差し、下巻き1回。もうすぐ来られます、ね。めっちゃ緊張するステーキです。はい。はい。さあ、ロフライチェックが入ってます。はい。ロフ、え？音何これ？385、もう昔から変わんないですよ数字。まあ、ピッチングに当たるあの48度のヘッド、なんと48度ですからね。今時いないかな。昔からロフトライ変わりません。使うヘッドは変わってますけどね、ずっと変わらない。30年前と変わんないですよ。30年間変わってないですよ。元吉さんが昔から言ってた、ええ、ずっと変わってないですよ。なんか今すごい飛んでるらしいんで、ドライバーもね、楽しみです、会うのは。9番立てた？え、9番？ 9 番いじってない？ 9 番何もしてない。何もしてない、そのまんま、はい、あ、こっちはそんな変わってないじゃん。じゃあ、こっちはつきました。あ、うん、どうかな、これ。ね、これが52ずって、おう、で、これが47にしたら、おう、大丈夫、あと、あと17ですね。おう、うん、9番変えてないよ。頑張ればまずいけんの。何番？ 52頑張ればもうちょっと食いつけんだよね。うん、いけると思うんだよね、このまんまのロフトで。じゃあやろうか。ちょっともうちょっと行ってみようか。音がする。
俺の力がなくなったんとりあえず赤だからちょっとスピン多めでもいいんだけど、いきなり5200とは言わないけど、あ、見つかった。いや戻し、まあまだ一発目だ。やべえ、力入っちゃうな。だって昔からやりとり変わってないんだもん。ずっと何十年もいつもなんかやってた気がする。今ので5600だと力入っちゃうんだけどさ、4600って聞いたら力入っちゃうな。
ちなみにさ、入社格はゼロぐらいだ。はい。あれ？でも意識しすぎて打ってない。違うよ。これで今度黒ちょっとね。本番の黒にさ。これおかしい。おかしいやよ。今いや飛んでてもっと多いかと思っちゃった。これで黒でもう一丁減らす。使いようとしちゃった。よいよいよいよ。どうした？お、4000台？うん、余裕の。44で。だてにここに来てんじゃないんだから。失礼しました。来るたびに作戦練ってきてんだから。よし。これはちょっと吹いちゃってるから捕まってないな。少ないですよ。少ないですよ。少ない？少ないですよ。よし。ポイントに入ったね。これは吹いちゃってるのかな。これ気になる。でも今ので5000？ 5000 です。あ、今ので5000ならいいね。はい。でも 1.8 の5倍なんですよね。5倍やん。はい。でもフェード。今フェード、ね、うん、ちょっとこすっちゃった感じ。あ、ちょっとこすフェースがちょっと引いてる。うん、そう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 。よし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 。これだっていうの出てくんねえかな、一発。これ結構いい。これどうだろう。これ今の結構いいんじゃないですか。これいいと思うんだよな。はい、4800。よし。練習してきたから、飯田に電話した甲斐があったな。1000ぐらい減ってるな。もっと今4800です。1000ってすごいよ。お前5600とか。そうそうそう、あ、変わってねえなと思ったら、今全然変わっちゃったね。相変わらずかなと思ったら、今回はどうしちゃったのこれ。すごいぞ。距離に走りすぎた。ちょっと今上から来ました、ね、あれやっぱ上からなんだね、はい、でも4300？ はい。いやー、だってフェースが被ってる分だけ多分スピンが減ってるんだと思う。にしても少ないよね。はい、うん、え、これは無風状態？これ無風状態です。おで、これをずっと風に見てもスピンは変わってないです。おー、よし、まだ気合が入ってきた。かぶって入ってるんだ、やっぱり。そうだよな、球右から出てねえもんな。そういうことか。よし、取り直し。ああ、クラブの軌道は取れなかった。ということはさ、入社あれ、あんま今の状態だと赤も黒もスピン量変わってないってことだよね。あれ、お願い、ここ一発の板まで。お、これいい、これいいよ、これもいい、これいい。よし、4500です。4500、よし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 。ちょっとね、いや、でも見たことないな、この数字は。俺ないないない、うん、これ、うん、バンテの下行っちゃうことが大体これ、あ、
9000円とか言ってたもんね。ね、低くても8300とか。そうそう言ってたもんね。そう。切ってるよ。かける線切った。よし。もうスイング変えないぞ。これでいい。なんだよ。すごい。あ、これダフっちゃった。なあ、これはダメだ。以上ですか。ちなみにダフったら7300。あ、でも行かないんだね、あんまり。じゃあ安定してるってことだね、元井さん。よし、今から大川さんに出かけよう。もう一回一からやり直しか。溜まってるな。あれもうちょっとクイッと持っていかないといけないんだよな。7900。でもまあそこならしゃあないね。よろしいよこれ。8000。これで8000だもん。いいじゃん。ね。よし。抜群に乗った感じの8000だもんね。そう。一個前捕まったやつは結構上から来てたんですよね。あ、本当。かぶって入って。ああいうのはかぶってるんだな。よし、参考にちょうどいいな。あれは逃げようかと。シャローすぎるんじゃないんだな。よし、じゃあドライバーだ。それは最初の方のシャフトだよね。そう、ヘッドは変えた。27。今度目標変えないかんね。目標チェンジ。目標チェンジ。大丈夫。あ、どこも。もっと右側目だ。はい、OK です。さらっと2000です。お？ちょっとドローメだったかな。かなり軽く打ってると思う。ナイスか。よし。いつもこう振り切る。1650。ちょっと先っぽっすか今。ちょっと先っぽ。でもね、そんなに言うほど先っぽでもないんだけど。あれ？打ち出し角ってあれで何度なんだろう。13.7 です。あれでそんなあるの？はい。いや、なんか低く感じる。だん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  T が高くなってきてまずいな。すげえ下がってる。でそういう時はこっち使う。そういう時はこっち使う。うん、あ、でまた何？回ってさ、うん、最初のハーフさ、こっち使ったの。そこにさ、うん、今のどうだった？なんかでもパパ途中で球が落っこっちゃってた。下げすぎたか。下げすぎた。息子に言われてた。パパの中で球途中から落ちてくるの早かったよって言われて。そうか。
から俺は縦位置で見ちゃってるから分かんないけど、僕はね横から見てるから、なんかすごくこう落ちるの早かったよパパって言われて、あーこれダメだ、これダメだ、ひどい OB、 これは OB、 本当早かった、そう、いやでも一応こっちも打つ、でもね、うん、こっちのシャフトすごく振り心地がいいんだけど、うんうんうん、下がっちゃダメじゃん。だからさ、多くなってきたなと思ったらこっちにすればいいし、今だったらそれがいいかもしれないね。2700か。結構インサイド目から入れました。今、はい、入れた。ああ。結構インサイド持ってる。今のはインサイド。はい、インサイド。いいとか。いや、結構。まああの目標に対しては。なるほど。でアタックはゼロです。ゼロ。あのラインから入れてきてフェード打っちゃいいんじゃない？こう来ると必要以上に力が入る。初速 71?71.8 です。まあまあ、うん、シニアじゃまあまあか。で、気になるヘッドスピード 47.8。 まあそんなもんか。もう2000回転か。
そう、全然いい、ね、2000回転。え、これかスクリーショット2000回転。じゃちなみにどうなっちゃうか打ってみる。これでもどうなんだ、吹いちゃってるのかな。吹いてるスピン量じゃないよね。2400。うん。でもそっちの方がいい数字出てる。Pが高いから。どうぞ。上げますか。出てますね、出てる、はい、やっぱり使えてんのかな、シャフト。そうだよね、こっち止まってる感じだよね、うん、見えるよね、はい、よし、決めた、もう決めちゃった。だからその時で変えていいんじゃないかなって、うん、多分あの一発目で右にパッて吹かせたやつ、あれでもう明らかにその硬さが影響してるのかなっていう。あでもう伊沢さんだって2、3発打っちゃうと慌てられちゃうからそう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 だよね。だから1発目のあれがもろ出てるよね。そうそうそう、特徴が出てるよね。じゃ夏場触れてる時とかだったらあっちの方がいい、うん、確実にあれだね。でもこれの締めてる 1.5 もあるよ、このまま硬いやつ。ああ、はいはいはい、はい、1個上げたやつ、ね、上げたやつ、ね、うんうん、だありだよね、それ、うん、だから3つその時その時見て変えていくといいと思う。全然動いてない。72.3。今の板もね。あの ここでちゃんと使ってる。バックルの動きがない。あのヘッドが遅れて出てくる。ねえ、これでどの数字が出てんだろう。あー、スピンが取れなかった。もう一個、じゃあ、ティーやってる。よし、で、一生懸命ストーンなんだ。いい球だな。うん、球良かった。お願い、スピン上。2300。じゃあちょっと低めの方がフェアの時はいいのかな。明日から次は低めだ。すごい、大学ここがコントロールできたのでスピンがすんげえ多くて。ロジックアンドルってこんなに見れないんだよ。ただ振り回ってたね。これちょっと少ない。4.5出てる。
ないような数字だな。大体こんなもんやね。いいっすよ。いいっすよ。よろしいですよ。来たまで。もうちょっとだけ。来た。もうちょっとだけやっぱり。うわ、これ食ったんじゃないですか。食ってる、食ってる。落ちてこねえよ。これ食ったっすよね。落ちてこねえ。おー、綺麗な数字だ。こんなもんだな。ダメだ、49いかねえ。でも一発だけ最後。だってもう半袖だもん。だって真横に氷があるぐらい寒いのに一人だけ半袖だもん。これは踏んなきゃいけねえ。よし、待って、行こう。49。うわ、えぐ。ああ、とりあえず48.6。ああ、おお、でも今日一番飛んでる。距離いってるじゃん、すごい。今日一番飛んでます。やっぱりえぐいよこれだな。よし、本当いってる。これいってんな、すごいな。この辺でやめとく。そうだ、ティー低めだな。あんだけ振って2100だ。いや、すごい。これゴルフクラシックの昔の伊沢さんと本吉さんの対談の中ではいかにスピンを500回転減らすのかっていう。当時からやってるんだよ。当時から言ってるんだよ。これ20ヤードぐらいラン出てるってことだろう。そう。いや、今のすごい鬼のヘッド弾道でしたね、今。V700 の頃かな。そうです。ありがとうございました。よろしいですか？すげえ。これすげえ。強一です。これ無風状態？これ無風状態です。ああ。よし。ぐいぐい前行ったね、今の。いやいや、すごかった。ぐいぐいいっちゃったね。落ちてこねえ。それでも115gはあるんで。柔らかいんだ、飛ばないですね。なんかブニョブニョンってなっちゃう。これフレックスでいったらどれぐらいになるの？ S です、一応。あ、 S なんだ、はい。あ、落っこってきちゃうんですね。落っこっちゃうね、ちょっと柔らかいから。ちょっと薄めに当てていかないと。振りやすい。なんかこっちは何だろう、なんか先が硬いのか、何なんだろう。なんか先が走るよ、何だろう。なんかどっかがすごく、こっちの方がダラダラってしてある。そっちの方が合ってくるかもしれない。ああ、そうだよね。